According to Wikipedia, it writes about mile, especially Roman mile, as follows: The Roman mile, or mille passus, literally thousand pace, consisted of a thousand paces, as measured by every other step, as in the total distance of the left foot hitting the ground one thousand times. The ancient Romans, marching their armies through enchanted territory, would often push a carved stick in the ground after each 1,000 paces. The distance was indirectly standardized by Agrippa's establishment of a standard Roman foot in 29 BC and the definition of a pace as five feet. なぜ1マイルが1マイルなのかもともとはローマンマイルが基準になっているようですつまりローマ人は歩いた時例えば左足なら左足だけの片方の足だけで数えて1000歩 1000歩歩いた距離を1マイルとしたというのです。両足で2000歩ということになりますね。で、マイルというのはもともとはミレ・パサスつまり1000のペースという意味だそうです。ここで1000という数字が出てくる点に注意しておいてください。1000です。で、足の長さを1フィートとしちょうど5000倍すると 1>, 1マイルになるのだそうです。そのことから1マイル,イコール =5000 フィートというアグリッパの基準が生まれましたが本当にそうでしょうかその1マイルにはとんでもない謎が隠されていましたとても偶然とは言えない謎です広瀬林浜ママステリージャパン エイリアンの世界を調べていると6という数字が頻繁に出てくるのが分かりますでその前になぜ人間は10進数を使うかということですけども指の数と関係があると言われています人間の手の指は両方で10本ですだから10進数が生まれたというわけです となると逆にエイリアンたちはですね指の数が6本ではなかったかということになるわけですその一例がこの写真のエイリアンということになります足の指の数を数えてみてください3本になっていますつまり両方で6本つまりそこから6進数を使っていたのではないかと私林修ししは考えています 六進数というのはですね人間は10進数ですから0から9までの数を繰り返し使うことによって表現します一方6進数の方は0から5までの数を繰り返し使うことによって数を表現します例えば10進数の2460216360は6進数の方では 40 140 1000そして1400となりますここでなぜ216かということについては216は10進数では6の3乗ということになりますそして6進数では10001000 1000になりますつまり6進数を使うエイリアにとっては 大変わかりやすい数だということになります。ここが重要です。エイリアにとっては、大変わかりやすい数ということになります。そこで調べてみると、月の直径を6進数の1000で割った数が、1マイルの長さと一致するのが分かりました。逆に言うと、1マイルの長さは、 月の直径を正確に6進数の1000で割った数長さということになります冒頭で説明しましたように最も古いローマンマイルでは片方の足で1000歩歩いた長さ距離を1マイルとしたというのです1000歩です一方月の直径を6進数でいう 先頭分したののがちょううど1マイルの長さということいこになります詳しい数字はこの続く動画の中で説明しますがこれは偶然の一致なのでしょうか偶然というにはあまりにも偶然すぎるという点で私は偶然ではないと判断していますだから3本指のエイリアンはこう言いました 月の直径を1000等分したのが1マイルの長さだよと続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. Who defined the length of one mile?Mystery of six by six by six. 誰が一マイルの長さを決めたのか六×六×六の謎。広し早市浜間市でジャパン。道具 オーボーイさんという方からこんな情報が届きました。月の直径を216、すなわち6の3乗で割った数が1マイルの長さになったと。そこで早速検証してみることにしました。ウィキペディアの方では月の直径は 3474.3km になっています。この数字を基準に計算してみます。 3474.3km を216、すなわち6の3乗で割ってみます。16.085km という数字が出てきます。で、1マイルの長さについてですけども、国際基準によれば 1609.344m。アメリカ基準によれば 1609.347m です。 その数字は確かに月の直径を216で割った数字と一致します。そして6の3乗というのは6進数では1000ということになります。つまり、月の直径を6進数でいう1000で割るとそれが1マイルになるということです。ここで6、6、6、6進数という言葉が出てきたことをどうか記憶しておいてください。 この6という数には特別な意味があります。もしそうでなければ、私はただ単なる偶然と片付けてしまったかもしれません。続く動画をどうかご覧になってください。その後にまた説明します。 Hello, this is Hiroshi Hayashi Ransuke Kamiya Japan.Mystery of coincidence.Everything is miracle. かってアルバート・アインシュタインはこう言いました。生きてること自体が奇跡なんだと。今こうしてこの地球に生きていて、そしてものを考えているということ自体が奇跡なんですね。 いくつかの偶然を集めてみました。大阪に大泉緑地というのがあります。その大泉緑地に奇妙な、なんて言いますが点があります。その点からまっすぐと西へ270.00で線を引いてみます。そうするとですね、その線は大占領マウンドにやってきて、 そして、大占領マウンドの中心部を横切ります。ここですね。で、その距離をですね、測ってみますと、3652.422メートルなんです。1年の長さはご存知の通りです。 で、大泉緑地の管理課に電話を入れて、どうしてその点を決めたのかということを聞いてみました。管理課の方はですね、特に理由はないと。あの点は、まあ、その公園をですね、利用する人たちが分割する基準点として使っていると。それ以上の意味はないと。 ただの偶然に過ぎないということを話してくださいました。本当に偶然なんでしょうかもう一度大占領を皆さん見てください。これはギザのピラミッドです。これは大占領マウンドですね。この二つを並べてみますと奇妙なことに気づきます。下がギザのピラミッドです。上が マウンドですね。そして、まっすぐ上に線を引いてみますと、ちょうど同じように、まあなってますか、間が空いてることに気がつきます。これも偶然なんでしょうかさらに、大占領マウンドの周辺にある3つのマウンドを線で繋いでみます。 その間の角度は90.35です。直角なんですね。それを90度右に回してギザのピラミッドをくっつけてみますと、鋭角が、鋭角というのは底辺の角度がですね、ほぼ同じなんですね。右が、右が51.08、左が51.50。これはギザのピラミッドが作られた当時の 計画です。これも偶然なんでしょうかそこでこんな事実があるのを皆さんに話したいと思います。一番上のピラミッドに注目してください。対角線を引きます。こうして、まあ、ピラミッドの中心点を求めるわけですね。その緯度が29度58分45.28秒なんですね。 ま、その点をこうして取ってみますが、中心部を通りますが、やや、その先ほどの対角線の交点とはずれているのがわかります。エラーは7メートルなんですね。で、この緯度が29度58分45.28秒ということになります。これを受信数で表しますと 29.、29.9792458となり、その数字はですね、 光の速度と同じになります。これも偶然なんでしょうか次に太陽系ですけども、太陽系もまたこれまた不思議なんですね。水、金、地、火星まで調べてみました。地球はもちろん24時間で1回自転します。 上から水星、金星、地球、火星です。それらの時点日数を並べてみると、こうなります。60という数字、さらに 6×4 という数字が並ぶことに注意してください。これも偶然なんでしょうか まあ私たちは1秒を60倍したのが1分。1分を60倍したのが1時間。1時間を24倍、いわゆる 6×4 四したのが1日だというふうに、まあそういった常識を持っていますが、本当にそうでしょうか私は逆ではないかと思うんです。もう一度地球を見てください。86,400秒で1回転します。彗星はさらにその60倍の 秒数で1回転します。金星はさらにその水星の4倍の秒数で1回転します。火星は地球と同じです。もう一度表にしてみます。上が一番上から水星、金星、地球、そして火星ですね。 数字に細かいエラーがありますので、この数字を鳴らして、そして表にしたのがこれです。比べてみてください。60,60,60 60 60という数字が並ぶことに皆さんお気づきになると思います。さらにですね、水星は2回降点する間に3回地点します。その比率は正確に2対3なんですね。ご覧の通りです。 わかりやすく図示しますと、まずこの水星がですね、自転します。ぐるっとこれで 1, 1回自転したんですね。今度は2回目の自転に入ります。ちょうど3分の2ずつ回るわけです。そして、公転を2回終える間に、水星は正確に3回自転します。これも偶然なんでしょうか木星です。 木星には、まあ、たくさんのね、衛星が、まあ、月がありますけども、その中でも代表的なのが、イオ、エウロパ、ガニベダ、カリストなんですね。以前にも精査しましたけども、ここでは、軌道、周期というものについて、もう一度簡単に触れてみます。これらの数字を直しますと、18、36、72という数字が浮かんできます。 これらは 6×3、6×6、6×12 となります。これも偶然なんでしょうか土星についてもそうですけども、その前にちょっと寄り道します。ここに、まあ小さな月がありますね。パンという月です。で、真ん中に、まあこれはあの軌道ですね。あの、写真で捉えたものですけども、このパンという月がまたこれまた不思議なんですね。猛烈なスピードで土星の周りを回っています。 いかにもという月なんですね。これも偶然なんでしょうかね、皆さん。まあ、疑ってはきり,りがありませんけどもね。そこでこの太陽系を見てください。太陽は、 周りをですね、水金地下目土天海ン解明プラス1の惑星がですね、ぐる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 と回りながら時速7万キロで太陽自身もですね、この宇宙を移動しています。そして630万年ごとに水金地下目ド木テ天解明はまた元の配列に戻ります。わかりやすく言いますと、 太陽系の一周期は630万年ということになるんですね。それに1年の360、60×60 60をかけますと、こういった数字が出てきます。さらにそれに86,400秒をかけますと、ここで出てくるのがニネベ定数、上数なんですね。 195兆9552億という数字なんです。太陽は、太陽系は630年間ご年ごとに一周する。それを360倍したのし、さらに86400秒かけたのがニネベ定数というわけです。 繰り返しになりますけども、195兆9552億、すなわち60の7をかける70なんですね。このニネベ定数がですね、乗数がですね、ごめんなさい。なんと、シュメールの近く、イラク・バグダッドの近くのニネベというところで見つかったのですね。その年度版にこの常数が書き込んでありました。 どうしてそんなことをですね、古代のシュメール人たちがしていたかということになります。ここに書いてあることも偶然なのでしょうか。1959552という数字ですね。ニネベ定数です。60の7乗かける で,すで地球の時間はですね24時間 ×60×60 60イコール86,400秒となります。86,400秒です。この2レベ定数の素晴らしいところはですねこの2レベ定数を使えば太陽系の惑星のみならず銀河系の星々すべての動きを 計算できるというところにあります。私たちが住むこの太陽系の太陽はゆっくりとシリウスという星の周りを回りながらそして銀河系の辺縁部を回っています。で、それが2億2000 680万年ごとに一周するというわけです。その銀河系の周りを太陽は回っていますが、22億6800万日で一周します。わかりやすく言うとですね、太陽系の惑星は630万年ごとに元の位置に戻るわけですけども、それを36回繰り返すと、 銀河系を一周するというわけです。そしてその630万年にですね、1年の日数360日をかけて、そしてそれに8万6400秒をかけると、それが2レベ定数になるということです。つまり、太陽系は2268、0、6つ日ごとに元の姿に戻り、 銀河系は2268、05つ年ごとに一周するということになります。つまり630万年を36回繰り返すと太陽系は銀河系を一周するということになります。このように666という数字、あるいは606060 60 60という数字が続くということになります。まあこうした現象を同期というふうに物理学の世界では 説明されています。6、6、6という数字に注意してください。もし私が2レベ定数というものを知らなかったら、私は道具、オーボイさんの説をただ単なる偶然だと言って片付けてしまったかもしれません。オーボイさんは月の直径を216、すなわち 6の3乗、すなわち、6進数でいう、1000で割った数が1マイルの長さになったと。で、計算してみますと、その通り、ということがわかりました。16.085km ですね。そして、1マイルの長さは、国際基準では1 6 0 9 344メートルです。アメリカ基準でも1609.347メートルです。すなわち、ここでも 6×6×6 という数字が出てくるということです。6十6の3乗、すなわち、6進数では1000という数になります。大変わかりやすい数です。2レベ定数も60の6乗かける7 0です。 六十瞬数で数えますと、綺麗な数字となって出てきます。六×六×六。私はその向こうに、エイリアンの姿が見え隠れしているように思います。エイリアンの指は三本。両手で六本です。 六進数を使っていてもおかしくありません。バイ。ハロウ、this is Ranske Japan。 Edited by Hiroshi Hayashi. Kukai and his secret number a mystery of number five hundred sixty-seven million. It's my great privilege that I can show you here in this video clip that Ranske San a friend of mine, has made a great discovery to solve the mystery of number 567 million, probably left by Kukai when he passed away in 835. スケさんが大変な発見をなさいました。それをこうして皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。空海は亡くなるときにですね、56億7000万年後という数字を残したと言われています。56億7000万年です。で、この数字が何を意味するかですけども、まあ、この数字がどうしてできたかですけども、天井の味線、その中心にある塗装点、 でのですね、神々の寿命は4000年と言われています。そして天上の国における1日はですね、地球上の400年に相当すると言われています。で、そうして掛け算をしますと、まあ、数字が出てくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、神々の寿命は4000年である。そして、神々の1日は地球上の400年である。 で、12ヶ月の30日をかけますと、数字が出てきます。その数字が5億7600万年となるんですね。576ですね。そうしますと、中心の赤い数字、567と食い違ってきますね。それで、仏教哲学者の先生たちはどのように説明しているかと言いますと、入れ替わったと説明しているのです。本当にそうでしょうかもう一度計算していますね。神の、いわゆるミトラの、ミロクのですね、えー、菩薩の、 寿命は4000年。そして、えぇ、ー、塗装点のね、1日の、は地球上の400年に相当すると。で、計算しますと、5760となるわけです。で、これを、まあ、置き換えたと。まあ、そういうふうに解釈しているわけですけども、これに対してですね、えー、ランスケさんが大変な事実を教えてくださいました。皆さんも電卓を用意して計算してみてください。 確かにこのまま計算しますと576になって567とは食い違ってきますね。しかし、純粋対因歴ではですね、30日ではないんですね。純粋対因歴では1ヶ月の長さは29.53125日なんですね。で、この 4000×400×12 ヶ月 ×29.53125 をかけますと、波数なく0もそのままでぴったりと、 5670になります。まあ、この数字を見たとき、私はゾクッとしましたね。すなわち、まあ、置き換えるなどという、まあ、はっきり言えば、りのミスではなくて、そのままの数字だったんですね。4000×400×12 ヶ月、それに2 9 5 3 1 2ますとぴった5と5 6 7 0という数字になって、 空海の残した56億7千万という数字と一致するわけです。ただし上は5億6 7七百万になってますけども、まあ、ともかくも数字が一致するということなんですね。そこで登場するのはニネベ定数なんです。ニネベ定数というのはバグダッドの南でですね、近年になって発見された数字です。これが195兆95520という数字になって繋がっています。60の7 0る7 0この数字がどうして重要かと言いますと、太陽系のみならず銀河系の星々の運行の 動きまでですね、すべてこの数字で説明できるからなんですね。で、この2レベ定数を下の、まあ、グリーンで囲ったの私はあのー、空海定数と呼んでますけども、いわゆる2レベ定数を空海定数で割ってみますと、これまで絶妙なことに数字がきちんと出てくるんですね。で、それをこれから皆さんにお見せしますが、その数字というのがですね、345600ですね。 そ、それは 60×60×6×4。一60つ4が落ちてます。ごめんなさい。四、えー、4が落ちてますが、60×60×6×4×4 なんですね。まあ、ちょっと訂正いたします。まあ、こういうことなんですね。なあち、地球は二十24時間で60分で60秒。それをかけますと86,400秒という数字が出てきます。なあち、地球は日、地球は1日ですね。 86,400秒だということなんですね。すなわち、それで計算しますと、乱ケさんがおっしゃるには、4地球微だということになるわけです。で、この345600という数字も、また絶妙なんですね。で、乱ケさんがおっしゃるには、これは月の直径と一致するということです。まあ、これは何を意味するかわかりませんけども、まあ、単純に考えれば、まあ、趣味線にしてもですね、塗装線にしても、それは地球上での、まあ、 世界の話ではなくて、地球を離れた、まあ月もしくはその他の惑星もって言えば他の星々における、まあ、世界であるということなんですね。エラーは20キロです。で、段助さんはこのようにも教えてくださいました。月、地球、太陽ですね。の、まあ直径を並べてみる,るとですね、このような数字が出てきます。月は3476。地球は12756。そして太陽は 1392000km ですね。で、この数字を比にして鳴らしますと、地球体太陽の比率はちょうど1対400になるというわけです。で、この400という数字が、まあ、出てくるわけですけど、またこの絶妙なんですね。先ほど出てきた数字と比較しています。な、まあち、400、400という数字がここ出てくるわけですね。いわゆる、えー、ミロクサスのミロクのですね、 塗装点での寿命が4000年であると。で、塗装点の1日は地球上の400年に相当すると。400、400という数字が並ぶわけです。関係があるのではないか。ということなんですけども、関係がないという方が無理ですね。いわゆる神々の世界は、この地球上にあるのではなくて、地球を離れた別の世界にあるということを、まあ、こうした数字が示唆しているのではないかということなんです。まあ、それについては今後調べていきますけども、 もう一度、乱助さんがおっしゃった、教えてくださった数字に、えー、着目してください、えー。空海は56億7千万年後に、ということをの、言葉を残しています。五六七例ですね。で、繰り返しになりますけども、えー、天井の趣味線、塗装点における、塗装点というのは趣味線の中心部を言うわけですけどもね、おける神々の寿命は4千年である。そしてその世界における1日は地球上の400年に相当するということですね。 で、それを計算しますと5、576となると。しかし、それは、あまあ、置き換えて5、5670にしたと。まあ、そういうふうに解釈しておられますけども、そうではなくて、それは計算ミスなんですね。いわゆる宗教学者の先生たちの計算ミスということになります。が、このことは大変重大になっていますか。事実を私たちに教えてくれています。 もう一度計算し直しますね。で、この30日の部分をですね、29.53125で置き換えています。現在分かっている純粋単位歴の1ヶ月の日数は、えー、29.53125です。まあ、30日で計算しますと、56、576といううに数字が食い違ってきます。 で、空海の残した5670という数字とは違うというわけですね。それは宗教学者の先生の方が間違っていたわけです。30日ではなくて、実際の数字は29.53125なんですね。29.53125なんです。それでかけてみますと、何もおきがいなくたって、そのまま5670という数字になります。ということは、空海は当然この数字を知っていたということになるわけですね。皆さんも、 先ほど言いましたように、電卓を使って計算してみてください。0000、0, 0まで同じです。29.53125をかけますと、何も置き換えなくてもそのまま567という数字が出てくるわけです。このことは重大な事実を私たちに教えてくれています。それがこのビデオの今日の結論ということになりますが、それは当時に私が乱ケさんから学んだことであります。すなわち、私たち人間はですね、もっと謙虚になるべきだったということですね。 なるべきだし、なるべきだったということなんですね。もし、私たちがですね、空海の教えをそのまま聞き、5670という数字をそのまま聞き、それから、天井の、まあ、塗装点における、まあ、神々の寿命が4000年であり、塗装点における、1日が地球上の400年であるということを、もっと素直に知っていればですね、この空海の空海定数をですね、4000×400×12 で割れば、 いいですかもっと早い時期に、もっと大昔に、私たちは29.53125という数字を知っていたはずだということなんです。しかし、それをねじ曲げてしまって、こじつけて、えー、置き換えてしまったから、わけのわからんことになってしまったわけですね。のあち、仏は神を信じると言いながら、実は何も信じていなかったということになるわけです。もっと言えば、私たちは、 神や仏にもっと謙虚になるべきだった。そうすればもっと早くこの29.53125という数字を知って、そして純粋大輪期に私たちはその数字を活かすことができたということなんです。ということをこの数字は私たちに教えてくれています。どうもラスケさんありがとうございました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshima-si-di-japan. a 空海 who was assisted by aliens.I'd like to prove it with mathematical evidence in this video clip. 空海空海の予言空海は入滅するときにですね、56億7000万年後に未六、未霊がですね、降り立ち、そして人々を救済すると 言い残しました。56億7千万という数字ですね。これが何を意味するのか私にもわかりませんけども、この56億7千万という数にはさらに重大な謎が出ますか、秘密が隠されていました。ただ56億7千万という数についてはですね、それに異論を取られる人もいます。一説によれば、 5億7600万という人もいるようです。まあ、ともかくも空海は56億7000万という数を言い残してこの世を去ったと言われています。で、この56億7000万という数について調べてみます。が、ここでは一応5億6700万ということにしておきます。後でこの数を訂正します。5億6700万。56706ですね。 10の6乗で,すでこの数は何を意味するのか検証してみます1分は60秒ですそして1時間は60分ですさらに1日は24時間すなわち 6×4 ですね で、これで計算しますと、1日は 6066×4 の86,400という数字が出てきます。1日は86,400秒ということになります。で、この数字を4倍します。そうしますと、345600と続きます。345600と続きます。それに空海の残した 5億6700万をかけます。その数はぴったりとニネベ定数にと一致します。ぴったりとニネベ定数と一致します。ニネベ定数が発見されたのは近年になってからです。ニネベ定数は60の7乗かける70。70 太陽系の惑星の動きをこの数で全て説明できます。左が2レベ,2レベで発見された粘土版です。この粘土版にこの2レベ定数が掘り込まれていました。この195兆9552億ですね。これは地球の、まあ、時点の動き、それから水金近目ドッテン 解明ですね。の惑星の動きまで説明できます。すなわち、惑星の最小公倍数ということになるわけですね。で、シャトランはこれを2レベ定数と名付けました。 つまり単純に考えても空海はこの2ネベ定数を念頭に置いていたものと考えられます逆に考えてみます5億6700万に秒数8万6400をかけて4倍しますとその数は2ネベ定数となりますそこで最初に申し上げましたように5億6700万を56億7000万と 置き換えてみますすその場合は0.4倍すると2レベ定数にな,りますなぜ空海はこんな数を知っていたのかということになるわけですね。これこそまさに空海が私たちがエイリアンと呼ぶ、まあ異星人によってですね、助けられていたという証拠になるのではないでしょうか。この論文はその 二レベ定数を説明したものです。その二レベ定数の謎については続くビデオの中でまたご覧ください。空海は二レベ定数をしていた。出な,なければ56億7千万という数字は頭に浮かばなかったはずです。 ブッダが解いていたとしたならば、ブッダもエイリアンによって助けられていたということになります。空海の主流種もない数字ということになります。まあ、ここで4、4という字が出てきますので、この4にこだわってみますと、これは多分にこじつけかもしれませんけども、4×4 は16、16は1プラス6、8プラス8ですね。7あ四国88。 これはまあの88というのは非数学で出来上がっているんですけども、と関連付けられることも考えられます。となると、空海は数学的ユーマーのセンスのあった人というふうにも考えられます。空海の謎は続きます。またこの続きは考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!